皆さんこんにちは、基礎産業山本那須です。今日はコンサルの選び方、相談の仕方というところについてお話ししていきたいと思います。実を言うと、この間動画を見てるとですね、山本龍拳さんっているじゃないですか。この方が大したことないコンサル職5000というのを出してたんですよ。その動画を見てて、ああ確かにそうだなというふうに思うところがあったのと、よく私がこの YouTube を見てですね、いろんなその相談者の方というかお客様と出会うことが多くて、その中でよくリクエストがあるのがこの話なんですよ。いいコンサルの選び方というのをやはりこの動画で出してほしいというリクエストが結構多かったんですよね。今回は私自身もやはりそのコンサルに育ててもらったというところもありますし、その私自身もコンサルを育てたこともあるんですよね。そんな中からやはりそのこういうコンサルに相談しないといけませんよ、逆にそのこういうコンサルには相談してはいけませんよというようなことについてお話ししていきたいと思っております。では今日は主に3つのことについてお話ししていきたいと思っております。1点目がですね、相談の基準ですよね。こういうコンサルに相談をするのがいいですよというような相談の基準というのがあるんですよ。それについてお話ししていきたいと思います。2点目が正しい相談の仕方ですよね。その無料相談とかよくあるじゃないですか。そういう中でやはりそのこういうことについて話し方というか話の持っていき方、こういうふうにした方がいいですよというようなことをちょっとお話ししていきたいと思っております。3点目なんですけども、本当にいいコンサルとはこんなコンサルっていうようなところについてお話ししていきたいと思います。これはまあ私の経験則の中からお話ししていきますので、まあこの動画を見てですね、こいつ全然分かってないというふうに思う人がいるかもしれないんですけども、あくまで私個人の見解というところでお話ししていきたいと思っておりますので、そこをちょっとご理解いただければと思っております。今回の1点目なんですけども、相談するコンサルの基準というのがあるんですね。例えばまあホームページ見たりとかですね、まあ動画を見たりとか、まあそのいろんな広告を見たりとかですね、まあそういう中で、あ、この人に相談しようって思うじゃないですか。そういう時にここを見とかないといけないというのがあるんですね。それは主に2つあるんですけども、1点目がですね、これ絶対大事だというふうに思っておりまして、料金表があるっていうのがすごい大事ですね。料金表がないコンサルっていうのはやっぱり僕が相談しちゃいけないのかなというふうに思っております。なんでかというと、均一なサービスを提供できない裏付けなんですよね。逆に料金表があるコンサルというのはやはりその均一なサービスというかを提供できる要素があるということになってるんですね。私も実際最初に駆け出しの頃には確かに料金表がなかったんですよ。一件一件その相談を受ける中で、まあこんな感じでどうでしょうかみたいな経験があって、その中から勉強して積み上げてきて、じゃあまあこういう人に対してはこういうことがコミットできるから、じゃあこの料金をやっぱりいただく必要があるとか、まあそこから原価計算をしてですね、例えばアシスタントとか、まあうちの代理店であるとかですね、そういうところのコストも計算して、じゃあまあこのぐらいは欲しいなというようなところを設定してるんですけども、やはりそういうところの料金設定がないコンサルというのはやはりその出してはいけないのかなというふうに思っております。2つ目なんですけども、無料相談がないというかですね、こういうコンサルはやっぱりその頼んではいけないのかなというふうに思っております。なんでかというと、お客さんに寄り添ってその相談できない現れだというふうに、まあ、個人的に思っておりまして、私自身もかなりまあその1日に相談件数というのを受けててですね、特に YouTube で、まあ5000人を超えたぐらい、登録者が5000人超えたぐらいの時から、まあ、いろんなその相談を受けてるんですよ。本気で考えたことがあるのが、その最初の相談のところからまあ有料にしようかなと思ってたこともあるんですよね。なんですけども、それってやっぱり違うなというふうに思ったんですよ。その本気で、まあ、自分を見て本気でこう相談したいと思ってる人の悩みを聞くというか、その企業責任というのをやはりその果たす必要があるんじゃないかというふうに思っておりまして、まあこれがやはりいろんなコンサルの人のその信念とか、まあ置かれてる事情によって違ってくるとは思うんですけども、実際に僕がじゃあこういうコンサルに頼もうと思う基準で、その有料が最初に入ってる人っていうのはやはり最初から頼まないというふうに思いますね。だからまあ最初はやはり無料で相談するところからまあ入っていって、その中からコミットするところ、課題を明確化して、そこからまあ有料に持っていくっていうか、そういうふうなところで信頼関係を構築していくことが大事なんじゃないかな
というふうに思っております。2つ目なんですけども、正しい相談の仕方ということになるんですね。逆に考えると、これができないコンサルには絶対依頼しちゃいけないというふうに私は思ってるんですよ。それは大きく分けて2つのことがあるんですよね。1点目が課題の明確化ということなんですよ。お客さんのその課題をやはりその浮き彫りにしてですね、これをやりますよというところで契約書に落とし込めれない内容のそのコンサルというのは絶対やってはいけないというふうに思っております。それは何でかというと、大きく2つの理由があるんですけども、1点目がですね、やはりその何を成果物としてコンサルをするかというところが明確になってないと、ただのアドバイザーになってしまうんですよね。だからやはりそういう相談というのはブレてくるし、なかなかその会社の社長というのはその自分で実践しようとするというか、そういうところがある中でコンサルにまあ物を頼むというか、そういうところでじゃあもうぼんやりとしたところをお願いしてしまうと、こいつ全然やってくれんっていうふうに思いがちにもなるし、コンサルをする側からしてもあれもしないといけない、これもしないといけないというふうになってくるから、やはりこれをやりますよというところで契約書に明確に落とし込めれるようなコンサルをやらないと、やはりその難しいというふうに私は思っております。2つ目なんですけども、特にその法人ですよね、創業支援コンサルはなんか全然大したコンサルじゃないというふうに山本龍拳さんが言ってたんですけども、実際私も創業支援やるんですよ。その中でその私がもう絶対ここだけはもう守ってることがあって、何をして資金収支ですよね、現金の入りと出の中でそのお客さんのお金を残してあげるというか、残してあげるところの何を成果物とするかというところを明確にして、そこをピン打ちしてそのコンサル契約を取れないと、そのぼんやりとぼやけてしまうということになってきますよね。例えば私のケースでいくと、経営改善支援とか再生とか M&A とかいうことをやってるんですけども、一番大事なところはそのお金をどう残すかということなんですよね。例えば売上を上げるということもあるんですけども、うちの会社でいくと銀行への返済が例えば1年間でその1000万あったと、なそれに対して例えばそれを目標で例えば700万とか800万ぐらいしますよと、そこに対して、200万ぐらいキャッシュフローが浮いてくるからそれに対していくらくださいとかですね、例えば売上を上げるということに対してはセミナーとかでもやってるんですけども、大きいマーケットを持ってる人というところにつないであげますよと、それに対してその売上を大きくこのぐらい伸ばせることができますと、ある程度そこの確率というかを結構角度を上げていく中で、もしこれができたらじゃあこれだけくださいとか、そういうふうなことを明確化するというか、そういうことが非常に大事になってくるのかなというふうに思います。成果物がはっきりしないコンサルというのは受けてはいけないと思うし、逆にそのこれからコンサル業を目指していこうと思う人は、そこが見えないコンサルというのを勉強してはいけないということになるんじゃないかなというふうに思っております。今回の3点目なんですが、いいコンサルとはこんなコンサルというところについて、私が3つの条件ということについてお話ししていきたいと思います。1点目がですね、すごい大事なことだというふうに思ってるんですが、いいコンサルほどそのコンサル自身がいろんなコンサルも受けてるし、いろんなセミナーに参加してるんですよ。実を言うと勉強してる量が多ければ多いほど、いろんな人に対していろんなその要は指導ができるので、私も年間かなりのそのやっぱりセミナーにも参加してますし、そのかなりの勉強もしてるし、コンサルも結構受けてますしね。私の師匠なんかもう年間に何本そのコンサルも受けてるし、そのセミナーを受けてるか分かんないんですよね。ものすごく受けてて、それに対して得た知識をいろんな人に提供していくというか、それがその資金収支の是正というところに応用を効かせているというところがありますので、いいコンサルになればなるほど、そういうコミュニティとかですね、私の場合改善のそのコミュニティとか再生のコミュニティって結構いるんです、同業に対してですね。例えばじゃあこういう珍しい事案が出たからちょっとみんなで勉強しようぜとかですね、そういうふうな集まりもあったりするんですけども、やはりいいコンサルになればなるほど、そこの分野に対する勉強というのはかなりやってます。勉強してないと人に教えられないということがあるし、
そのどんどんその勉強している情報というのはどんどん陳腐化していってくるので、そこに対して常に新しいやり方を勉強していくことが、まあ、非常に大事になってくるのかなというふうに思っております。2つ目なんですけども、バックボーンがあるっていう、これ大事ですね。まあ、私の場合でいくと法人新規開拓のスペシャリストだったんですね。銀行員時代に法人を、まあ、例えば17年経験しておりまして、あの優秀行員というか、まあ、ベストナインみたいな制度があるんですけども、それにまあ5期連続でその受賞したとかですね、例えばまあ半年で新規開拓を27社やったとかですね、まあそういう、要はその現役時代に、まあその資金調達という分野に関して言えばこういうことをやってきましたということが、まあそのさらっと言えるような、例えばそういうバックボーンのある人じゃないと、そのやっぱりコンサルできないのかなというふうに思っておりますね。実際基礎産業には4つの代理店があるんですけども、そこに対しても、いやどういうところで指導していってるかというところに対して、その人がどういう特性を持ってるかというか、そこにどういう、その長所をどうやって伸ばしていくかというところも見ながら、そこに対して指導していってますので、バックボーンがない人というのはコンサルにちょっと入れないのかなというか、まあピンキリでいくとすごくその下の方になってしまうというか、いうふうなことが考えられるので、これを、動画を見てる人が実際コンサルをやりたいというふうなことがあれば、そのじゃあ自分の人生というか今までどういうところで結果を残してきたかというところを思い返してみる必要があるのかなというふうに、まあ、思っております。3点目なんですけども、これも大事だと思っておりまして、あのマーケットを持ってるということが大事だと思ってるんですね。例えばコンサルってそのまあ相談業なので、その自分ができなくても、じゃあ自分の仲間のこういう人はこういうそのお客さん その課題に対してまあ解決してるできる能力があると、じゃあ自分はそれはできないけど、まあ、この人を、まあ、してるかこの人を紹介してあげますよとかですね、例えばこういうことに対して売り上げを上げる取引先ですよね、そう証券を持ってるとかですね、そういうふうな、まあ、ことが必要になってくるかなというふうに思っております。なんでコンサルを受けるかということの一番大きい理由として、私はお金をつかむことが非常に難しくて、それでまあ相談に来るのかなというふうに、まあ、私自身は思ってるんですけども、お金のつかみ方というところは、まあ、例えば私のように銀行交渉をうまくやっていてですね、その支払いを少なくしたりとか新しく調達したりとかですね、そういうふうなやり方もあるし、逆にそこが難しいということであれば、上手にその売り上げを作れるようなマーケットを持ってて、あんたこの仕事やりなさいと、それに対して売り上げがこのぐらい伸びるからと、じゃあその中からうちがコンサル費こんだけもらうよみたいなですね、そういうふうなマーケットを持ってるコンサルというのは非常に大事になってくるのかなというふうに思っております。最後に、今その未曾有のその不況がやってくると言われている中で、その一番大事なことは、不況にあればあるほどそのチャンスっていうのもどんどん出てくるので、逆に考えるとそういう時にしっかり勉強しておくことが非常に大事になってくるんですね。だから今うちの会社に来てるその相談の大体あの比率が 20% くらいの人が、かなり優良企業の人が相談に来てるんですよね。それはどこで相談に来てるかというと、優秀な企業であればあるほど、その先行きどういうふうに成長しようかということを本気で悩んでるんですよ。優等生ほど課題が多いということなんですよね。だから今のうちにしっかり勉強しておく必要があると思いますし、じゃあ自分もやばい勉強しようと思ってるんだけど、やはりその課題がなかなかそのうまく解決できないというところがお金回りの課題であれば、まあ、ぜひ私のところに相談に来ていただければというふうに思っております。弊社はあの初回無料なんでですね、ぜひお気軽にお声掛けいただければと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。 M&A で会社を買いたい売りたい、サラリーマンをしていて独立企業副業で稼ぎたい、会社の資金繰りに困っている、銀行からお金を借りたいけどどうしていいかわからない、そういった方はぜひ概要欄に弊社ホームページのリンクを貼っておりますので、お気軽にお問い合わせください。お金の悩みは必ず解決できます。一人で悩まずに、まずは弊社にご相談ください。私たち基礎産業が全力でサポートします。